テッセレーションはコンピュータグラフィックスの画像演算手法の一つである。二次元画像上で三次元の複雑な立体を表現するのために多数のポリゴンが用いられるが、テッセレーションはこのポリゴンメッシュをさらに分割して表現することで画像をより詳細かつ滑らかで現実感のあるものにする技術である。テッセレーションとも表記される。 テッセレーションの例上の三角形も下の四角形も当初のデータは各頂点の座標3点と4点に過ぎない。テッセレータはこれらの頂点間を保管する新たな頂点を生成するテッセレーションを行う。テッセレーションによる分割単位は半端な数でも行える。この手法が登場した背景にはコンピュータの進歩に伴う三次元コンピュータグラフィックスにおける ポリゴン描画数の増加がある。映画や CM などで用いられるプロダクションレンダリングの分野では古くからサブディビジョンサーフェイスやナーブスのようにデザイナーが操作、管理するデータを抑えつつ最終レンダリング品質における詳細度を向上させる仕組みが考え出されてきた。一方、PC などで用いられる GPU の画像処理の演算速度や ビデオメモリ容量の向上によって、リアルタイムでの 3D 画像の描画においても1、フレームあたりのポリゴン数を増すことが可能になったが、今度は、元のモデルにおいて膨れ上がった頂点データを、GPU 側で読み込むために長時間かかるのが、利便性や性能を損なうという問題が出てきた。特に2015年現在でも、マザーボードとディスクリート GPU を接続する、 PCI Express 規格は CPU メインメモリ間や GPU ビデオメモリ間と比べてはるかに帯域幅が小さく CPU-GPU 間におけるデータの転送速度が性能のボトルネックとなり得る。また、グラフィックスカードに搭載されているビデオメモリは直結型のため CPU 用システムメモリと比べて簡単に増設するわけにはいかず。 ビデオメモリに格納するデータはできる限り少ない方が良い。そのため、最初に読み込むモデルでは、荒めのポリゴンにしておいて、GPU で読み込んだ後に、それを演算によって、小さなポリゴンに分割、生成することで、大きくなり続ける、初期モデルのデータ量を抑える工夫がなされるようになった。テッセレーションをハードウェアによって実行できれば、 例えば入力ジオメトリデータ量は同一だが、詳細化の必要がない円形は、低ポリゴンのままで表現し、視点に近いオブジェクトほどポリゴンを動的に細かく、分割することでジオメトリを詳細に表現する、といった最適化が可能になる。テッセレーションはもちろん詳細化が必要な近景に、関してのみ、CPU 側で実行して、データを増幅した後、 GPU に転送して描画する形にすることもできるが実際の描画を担当する GPU 側で増幅できる方が CPU の負担や CPU-GPU 間のデータ転送量を減らすことができる PC 用リアルタイム 3D グラフィックス API の標準規格には主に Microsoft によって開発されている DirectX と クロノスグループによって管理されているオープン規格であるオープングルが存在するがダイレクト 3DQ 及びオープングル 2X でのテッセレーションは AMD による拡張実装にとどまるなどテッセレーション機能に関しては長らく標準化が進まない状況にあった2006年11月に Windows Vista と共にリリースされた ディレクテックス10や2009年8月にリリースされたオープングル3.2ではジオメトリシェーダーが標準導入されまた2009年10月に Windows 7と共にリリースされたディレクテックス11や2010年3月にリリースされたオープングル4.0からはついにテッセレーションシェーダーが標準導入されるに至ったディレクテックス11や オープングル4に対応するハードウェアにおいては、短処理でのテッセレーションはいくつかの高性能な GPU 内の専用回路であるテッセレータによって実現されるようになっている。なお、組み込み環境向けのオープングル ES においても、2015年8月にリリースされたオープングル ES3.2 において、ジオメトリシェーダーとテッセレーションシェーダーが標準化された。 以下では実質的な標準の一つとなっているマイクロソフト社のディレクテックス11でのテッセレーション機能について説明する。なお、ジオメトリシェーダーもまたディスプレイスメントマッピングなどでテッセレーションに応用することができるが、マイクロソフトはジオメトリシェーダーをテッセレーションに使用することを推奨していない。ディレクテックス11では レンダリングパイプラインの途中に新たにテッセレーション機能を加えており、以下の3つのステージから構成される。ハルシェーダーでは、パッチ情報に基づいて、ポリゴンごとの局面の制御点の算出を行う。ハルシェーダーはプログラマブルシェーダーであり、ポリゴンの分割数をすべて一様に与えることもできれば、両線近くだけポリゴンの分割度増すような工夫も行える。 テッセレータでは、ハルシェーダーの指示に従って、ポリゴンを実際に分割する。ダイレクト 3D では、元のポリゴンとして三角形、四角形、線分が用いられる。ドメインシェーダーでは、ハルシェーダーが計算した、局面生成用の制御点に沿って、テッセレータが分割したポリゴンごとの頂点座標を算出する。 ドメインシェーダーはプログラマブルシェーダーであり、例えば凹凸データを与えることで、ディスプレイスメントマッピングも可能である。テッセレーション処理は描画パイプラインにおけるオプションであり、もし、テッセレーションを行わないならば、上記の3つのステージは、スキップすればよい。ディレクテックス11では、頂点、シェーダーからデータを受け取り、テッセレーションを経て、 ジオメトリシェーダーへと送られる構造になっている。オープングル4では、ハルシェーダーに相当するものは、テッセレーション制御シェーダー、テッセレータに相当するものは、テッセレーションプリミティブジェネレーター、そしてドメインシェーダーに相当するものは、テッセレーション評価、シェーダーと呼ばれる。コンピュータゲームでよく用いられる手法の一つであるロードは、演算量を縮減する目的から、 視点からの距離に応じて画像の円部にある立体のポリゴン数を減らす工夫であり、テッセレーションを用いない従来手法ではポリゴン数を変えた数種のモデルを距離に応じて切り替えるようにしていたが、切り替え時に外形の形状が突然変わるために不自然な印象を与えていた。テッセレーションでは分割度を自在に変化させられるのでこのような問題は 本質的に発生しないとされる。このような手法は、距離的大型テッセレーションと呼ばれる。また、ピクセル陰影処理において、リアリティ向上のためにテクスチャを利用して、バンプマッピングや方線マッピングなどを行っているが、これらは、最良の場合でも、視線方向から見た陰影を、元の形状に貼り付けているだけのフェイク技法であるため、 元の形状が両線によって途切れる凹凸形状までは変化しない。具体的には、例えば球状の物体にクラテクスチャを貼り付けて凹凸に見せても、テッセレーションを用いない限り周囲の外形は常に円形でしかない。テッセレーションでは、テクスチャ情報などをもとに凹凸の形状を後付けで加えるディスプレイスメントマッピングと呼ばれる表現手法が容易に行え、 先の例では外形まで変更できるため、さらにリアリティを向上することができる。有限要素問題を解決するために使用された円盤のテッセレーション。これらの区形レンガは変動子のタイリングと考えられ、トポロジー的に六角形タイリングと同一であるようなテッセレーションにて接続されている。ここで、それぞれの六角形は隣接レンガによってその長辺が二つに、 分割されるような区形に帰着される。このバスケット折リタイリングはトポロジー的に回路タイリングと同一であり、それぞれの区形の一方の側面は2つの辺として数えられ、2つの隣接する区形における1つの頂点によって分割される。コンピュータグラフィックスの分野ではテッセレーション技術はポリゴンデータセットの管理及びレンダリングに適した。 構造への分割によく用いられる。通常は、少なくとも、短レンダリングにおいては、データは三角形面にテッセレートされるが、これは時折、三角形面化と呼ばれる。テッセレーションは DirectX11 と OpenGL4 における主要な機能である。カナダドルにおいて、構築されるデザインは、解析的 3D 表面と曲線や、 3D 立体の連続的な境界線によって構成される限定的な面と端部などによって境界表現、トポロジーモデルで表現される。任意の 3D 立体は大抵直接に分析するには複雑すぎる。このため、それらは小さく分析の容易な3次元ボリューム要素編からなるメッシュによって近似される。このメッシュは有限要素解析に用いられる。 オリジナルの限界頂点がメッシュに含まれるように、表面のメッシュは個別の面と辺ごとに生成される。オリジナル表面の禁止がさらなる処理の要求に適合することを保証するために、通例表面メッシュ生成のための3つの基本パラメータが定義される。メッシュを生成するアルゴリズムは、これらのパラメータによって操作される。いくつかのコンピュータ分析では、 適用型メッシュが必要とされるが、これは分析にさらなる詳細度を必要とするような領域内でより微細化されるようなメッシュのことである。いくつかのジオデシックドームは可能な限り性三角形に近い三角形からなる球面のテッセレーションにより設計される。テッセレーションでは2つの頂点間に異なる2つの方線を持つ場合、 生成される面に亀裂が生じてしまうという問題がある。また、上手に形状を制御しないと追加される頂点が、想定よりも立体物の外側に加えられることで、不必要に膨張してしまうことがある。ありがとうございます。